血の気のはっきりつけちゃおうじゃないの。仲間じゃない。私たちはライバルなのよ。自分らしさもわからないのに、オーディションで戦うことなんてできないよね。今の私があるのは、あかりちゃんのおかげなんだ。だから私だって、こんなところで負けられない。自分たちが楽しまなきゃ、見てくれている人たちを楽しませられないと思うんです。でもそれだけで、自分らしいパフォーマンスって言えるのかなって。一切妥協する気はありません。中途半端なものを見せるなんて、私は絶対に反対です。そんな意識じゃ、うちら一次審査で落ちるよ。うちはそんなん絶対嫌やから。ずっと自分のことしか考えないで、人事みたいに言わないでよ。ああ、みんな甘いものが足りてないんじゃない？お菓子休憩にしちゃおうか。やっぱり私、自分のためだけじゃ前に進めない。どんな思いでステージに立ってたのか、それを知りたくて、だから絶対に負けられないの。いやいや、リールのあなたの方ですわ。ボイコット？そうだ、うちらは決まってるじゃない。オーディション、これはオーディションだ。私たちがヤバいじゃん。ガールズビーアンビシャ。